具体的にどんな内容なのかというと、私は医学魔女なんですね。はい。過去、上海で中医学を学んでいたので、医学的な見解から、魔法という意識変容の仕組み、そして薬草ハーブを研究している、こう、オタク魔女なんですね。中医学を通じて学んできたこと、それは、迷った時は立ち止まろう。頑張って先に進むのではなく、原点に戻ればいい。原点回帰。東洋医学の基本概念は全てここにたどり着くんです。なので人もハーブも原点。つまり DNA というルーツに戻ったらあら不思議。全てが紐解かれていくんですね。人の原点とは姿、形、体質ですね。それを気、血、水と呼びます。アーユルヴェーダでは、ヴァータ、ピッタ、カパですね。